株式会社スタジオ会は、日本のアニメ制作会社。株式会社、アディケ・エモーションズの子会社。2019年6月に株式会社、アディケ・エモーションズの子会社として設立。同年、同じアディケホールディングス系列で、アディケ・マーケティング・ソリューションズの子会社であるアニメーション、制作会社、ゴンゾから、一部のアニメ制作事業や知的財産権、その管理、運用に関わる。 権利義務などを、九州分割により継承した。代表取締役社長は、アディケを経て、ゴンゾで代表取締役社長などを務めた、勝村良一が務めている。社名、会の漢字表記は、船を漕ぐ道具である、会。クレジットでは、スタジオ会と表記されることもある。設立直後の2019年から2020年は、ゴンゾの下請け、共同政策として活動。 同年に同社初の元受け作品としてウェブ、フル CG アニメーション虫かごのカガステルを制作。本作ではゴンゾの CG 部門沖縄ゴンゾが CG アニメーションの実製作を担当した。翌2021年より初のテレビアニメ元受け作品ウマ娘プリティダービーシーズン2を制作。本作以降はゴンゾによる制作協力を受けていない。 制作部門は演出、作画部門、3DCG 部門、制作部門が設けられている。同社の演出、作画部門に所属するアニメーターの多くは、同社設立時に、アニメーション制作会社、サテライトから移籍した、戦姫絶招、新宝ギアシリーズの主要スタッフ陣である。一方で 3DCG 部門は、 ゴンゾの CG 部門で2019年に解散した CG チーム沖縄ゴンゾが当社に部門を移し所属している。制作部門のプロデューサーや制作スタッフに関しては、サテライト、ゴンゾの両スタジオより、スタッフの一部が移籍して所属している。所属演出家、アニメーター、制作スタッフは、上記の通り、戦姫絶招進行ギアのメインスタッフが多く所属しており、 アニメーションプロデューサーの金子文雄と佐々木和也、キャラクターデザイン、創作画監督の藤本悟、メインアニメーター、作画監督の羽生と坂本俊太、アクションディレクターの敷地講義、演出の成田匠、制作デスクの真代正志、その他福田啓太や小畑健など、複数の作画監督陣がサテライトから移籍して所属している。千二十一年四月一日からは、 同シリーズの創作画監督を務めた川島洋介が所属している。この影響から2020年9月に公開された戦姫絶唱新フォギア X3 アンリミテッドの OP アニメーションを当社が担当した。テレビアニメ初元受け作品となった馬娘プリティダービーシーズン2ではアニメーションプロデューサーをマシオマサシアニメーション制作統括をカネコ 女監督を、成田キャラクターデザインを、川島、創作画監督を川島と共同で、藤本が担当した。また、戦姫絶唱新ーギアシリーズで監督であった、小野勝美が演出で参加したほか、共同脚本を担当した、永井慎吾が、本作にも、脚本で参加。その他、各は演出や、プロップデザイン、メインアニメーター、作画監督、原画にも、 戦姫絶招、新宝ギアシリーズのスタッフが多く参加した。本作の 3DCG アニメーションに関しては、同社 3DCG 部門が担当している。なお、同社チームは2018年12月に発売された、ウマ娘プルティダービーの OVA 作品、BNW の誓い、第2話のアニメーション制作を、サテライト名義で担当している。ありがとうございます。